あ、大丈夫大丈夫。あ、娯楽やな。もう鎖の鎖の鎖だらけっていうね。まあ、今、ポンちゃんがね、挑んでおります。実況です。はい。ね。まあでもね、足場は結構あるんで、まあ、登りやすいかな、という感じはするんですね。はい。小千谷天竺、石坂松子亮さん。ね、昭和11年の8月ですよ。ね、すごいですね。こういうね、こういうね、鎖。ね、これ登りますよ。はいよ、ポンちゃん。峰っぽくなった？じゃあ、こっからは、峰かも。うん、鎖抜ければね、峰歩きっていうね。はい。出しっていうふうに、ノートに書いてありました。はい。私の初心者登山ノートってやつね。実体はないんですけどね。脳みその中にね、入っとるんですよ。はい。まだですね、ポンちゃん。ポンちゃんトラバース道なんで、こういうとこ滑ると危ないんで、鎖ついてますから。はい。滑るね。はい、そういう感じでね。でもこれ体操の前からずっと登ってる人たちが、そうそう、おったんだもんね。まあ修験者さんでしょうね。大正時代からついてる鎖なんてまたすごいね。大正ですよ、これ。名前消えるの。名前消えるぐらいだから、レジかもしれませんね。ね、はい、ありがとう。ね、初心者のわてらでも、はい、いや、ポッチャ、はいはい、見せ場の連続。ガモダケよりもスケールがでかいな。そっちか、ポンちゃん。あ、ほらい。万一千様、どうかポンちゃんとあんちゃんのお願いを叶えてくださいませ。万一千様、それでは行ってまいります。なんかちょっと天狗様のような感じですね。ええ、多分ね、そういうイメージです。マリステ、マリステ。なんかほら、骨骨みたいなね、草。骨骨草ですよ。骨骨草。そんな名前はないよってね。よく言われます。ほら、ポンちゃん、白糸の滝。うん。一筋の糸みたいにね、流れてますよ。うん。それで、上の方にはね、もう八つ峰が見えてますね。あれ一つ一つ名前ついててね、覚えきれなかった。まあ八つあるってことですかね。へつりの注意ですよ、ポンちゃん。危ない危ない。ポンちゃんがへつってます。うん。で、下はね、こういう感じで。さあ、これは危ないですよ。ね。でもじゃあ、危ないとこには鎖がついてるからね。結構良心的ですね、ここの山は。山ですね、
ポンちゃんがへつるまで待ってますからね。このね、足場もね、結構こういう感じで、キレッキレですからね。で、ここ落ちたら、わかんないですね。はい。どこまで行くか。そういう場所。まあ、こういう場所はね、要注意です。ちょっと下りますね。今度は下り。はい、今度は下り。下虎して、あとラス登りになりそうですね。なんか花火みたいな花がありますよ、ここにポンちゃん。ね。後で調べますんでね。日記に書いておきますよ。ただのはしごじゃないよね、これ。かなりのはしごですよ。ね、ポンちゃん。何所だ。え？何所？何所？そう何所？そう何しそう。そう何しそう。まあでもね、石ゴロゴロはね、意外とこれ両側があるから怖くないですよね。さっきの両側切れてるの怖いもんね、うん、これ前道なんですよね。道なのかな。道でしょ。これしかないもん。さっき声もこっちから聞こえとったよ、うん、なんかここはほらちょっと共鳴するでしょ。響くっていうか、うん、岩の下でさ、うん、はい。まあでも登ってる跡もあるよ。ある？あるよ。ポポンポンポン。あ、待てよ、ポンちゃん。そっちだ。どっち？危なかった。道そっち、そこちゃうで。ほら。危なかった。ポンちゃん。はい。後ろ振り向いてよかったね。ほら。これ、ポンちゃん降りれないよ、ワンちゃん。え？どうしよう。それをなんとか降りるんや、ポンちゃん。ここは、迷うな。これ上がってしまう人結構多いと思うよ、ポンちゃん。ポンちゃん上がったもん。うん。でもその岩の上にね、よく見るとね、赤いラインが書いてあって、はあ、なるほど、こっちですかっていうね。で、足切ってあるもん。そこに。ああ。え。降りれた。ね。8号目が倒れております。でもまだね、8号ですから、あと2号分ありますね。行くで、ポンちゃん。あと2号さんや。いや、ポンちゃん。なんかここね、コジャンダルムみたいな。コジャンダルムみたいなのってね。なっとるで。最後はね、こういう、まあ、尾根のね、歩きで、あと、すぐそこが千本槍になってますね。そこまではこんな感じです。千本槍小屋来たよ。うん、来たみたい。赤井さん避難小屋こっち行ってみるよ。ポンちゃん千本槍小屋。ああ、ここは小屋です、ね。うん、こんな感じでね、卵焼きと鮭とキャラブキと梅干し2つ、はい、今日はね、パワーなくなると思って梅干し2つにしました。ありがとうございます。千本槍小屋のね、食堂って感じなんですけど、分店とかね、休憩料はお一人200円なんか買ったりすればね、その人無料。はい、ね、まあ、こういう感じでね。ちょっとご飯、お昼目いただきます。いただきます。いただきます。こういう感じでいただきます。おっちゃん、あちゃん、ほらこれね、これは何だかわかります。これは麦茶。麦茶物体にあの泡がついてるね。泡ついてるの、ブクブクいってる。うん、八海山のね、ロープウェイ駅の山頂駅に着いたらありましたよ、やっぱり。これがなんか減ってる人いるけど、この人ちょっと減ってますね。おかしいの。はい、乾杯ね。今日はあの屏風道頑張ったね、ぼんちゃん。生きてこれてよかった。そう、ありがとう。まあ大変だったでしょうね。ポンちゃんの経験のしないあの状態の道を。大変だった、ね、やっぱり恐怖心がね、怖まっちゃうんですよね。ガモだけど何倍もあった、うん、ガモだけ10倍やね。
ガモマックス10倍だったマックス、うん、いやうまいねほら。いや本当ここの景色見に来るだけでもこれ素晴らしいね。ロープウェイでね、おっちゃん。だって普通ここまで登るったって大変だよ。でもわてらはね、自慢じゃないけど下から登りましたね。あんちゃん上までよう登ったよ。生きててよかったって感じでしょ。やっぱりあれをね、登った価値はね、ポンちゃん大きいよ、本当に。今日の登山の価値は。泣く子もビビるけど。あ、違うか。大人もビビる。ね、両ぶどう。ね。制覇しました。おめでとう。乾杯。まあ、そういうことで。今日はね、そういうことで、両ぶどうを制覇したっていうことで、ポンちゃん、もう大満足。この動画を見ていいねって思った人はグッポグッポお願いします。チャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。それではまた来週、さよなら。はあ、頂上駅にね着いたら八色スイカ3個でね300円、お得だよ。で、アサヒのスーパードライの生ビール500円だもん。いやもう2杯目、はい、うまいよ。スイカしかも冷えてるしね。ありがとうございます。ここにココアとかね、ソフトクリームとか、いやこれはありがたいよ。いやほらこれですね。ポンちゃん、ポンちゃん、これ番外編ですけど、この黒いブランコ、ブランコでね、乾杯。乾杯。ちょっと待って、酔いが回るから、うん、あんまり揺らしたらあかんな。言っちゃいそうやで。うん、あんまり大きく揺らすの書いてあったけど、ちょっとぐらいならええけど、うん、鎖酔いするから、うん、こうビール飲めないからな。ブランコ酔いする。そう、今日は上り酔いに下り酔いに車酔いに最後はブランコ酔いで終わりや。締めはブランコ酔いはな。ブランコや、ブランコや。ポンちゃんにひげ、白いひげ生えた。白ひげポンちゃん。いやもう今日ねこれ2杯目ですけどね。いいですよあれ。生ビールね。生ビール500円だもん。500円。この山の上に来て500円ってちょっと安い感じするよね。しかもスイカがさ、うん。なんか。あれ300円ってね、結構でっかいスイカ3切れ入ってるよ。3切れ。さっきのお父さんも3切れ食べた。まあこれでも地元のスイカだと思うんですけど、なんかね、発色スイカって言うんですよ。発色スイカだとも、うん、発色スイカだからカラフルかと思うと赤いスイカ色なんですね。赤いね、うん、まあそこはね、どういうして発色スイカ、わかんない。それは八海山だからです、ポンちゃん。八海スイカじゃなくて発色スイカ。そう、八海山にちなんで発色スイカにした。うーん、まあそういうことにしときましょうよ。聞いてもしょうがないでしょ、うん、ね、まあいいや。八海山で発色スイカ、美味しいビールが飲めただけ最高幸せです。発色ビールだから。あ、うん、朝日さんありがとう。あ、冷えててうまいよ。マジポンちゃん頑張った、頑張った分がなんか報われる一瞬だね。もう帰りたくない今日は。え、お風呂行きたいでしょ。お風呂は行きたいけど、あ、そういうことでね、もう、撮影テンションじゃないのでよろしく。ということでね、まあ、これでもう、もう撮らなくていいもんね、今日ね。こうやってブーラブーラって。ああ、いい景色やね、ポンちゃん。うん。うん、これ山頂じゃないけど、うん、山の。GoPro ビデオストップ。